お誕生日おめでとうございあ、あます。りがとうございます。すみませんでした。なんか、いなのえにいえ、今なん日セッか。ティングしていただいて、いや、そんな忙しいんじゃない。こんにちは。こんにちは。レイコの今週の映画占いです。今週は、なんと、金本監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後でね、またゆっくり話をさせていただきますが、吉田瑠奈監修の私のオリジナルカード愛と光のラブ&ライトタロットで今週のオラクルメッセージをお伝えさせていただきますね。今週のカードは皇帝が出ました。自分がみんなのために考えて行っていた行動は間違っていませんよ。今は理解されないと感じても嘆く必要は全くありません。周りの人たちはあなたを中心とする大きな波に導かれているからです。誠意と勇気を持って行動するあなたは今は目立たないけど必ず味方がいるはずです。自信を持って信じた道を歩み続けていきましょう。いつかその道に花が咲いて、あなたは人々に感謝され、真のリーダーとして認められるでしょう。茨の道を進む者はとっても孤独。けれどもあなたは孤独によって成功する人だからです。今週のオラクルメッセージでした。このオラクルはあなたがこれを見た日からだいたい1週間から1ヶ月有効です。もっと効力を長続きさせたい場合はこの動画を再生してくださるか、このカードをいつもお守りのように身につけてご自身でメッセージを唱えてくださいね。ありがとうございました。それではお誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。すみませんでした。いえいえ、なんか。いや、そんな忙しいんじゃないのと思って。あ、いえ、ちょっと、おかめちゃんから、なんか来週、今日って言われてて、はい、あ、そういえば誕生日やな、みたいな、こう、ちょっと運命的な、こう、あ、そうなんですね、ものをちょっと感じたというか。いやいや、ありがとうございます。まあ、大切な日に。いえいえ、ありがとうございます。こちらこそ。根本慎吾監督です。じゃあ、今とっても活躍されている、金本監督、代表作はドスエモンと言っていいんでしょうか。そうですね、ドスエモンが結構皆さん知られてるというか、僕のことは知らなくてもなんかドスエモンを知ってるというか、あ、そういう人が結構嬉しいことに言いまして、ドスエモンってすごい映画なんですよ、皆さん知ってますか。私ちょっとだけ出てるんですけれどもね、先週もその話して皆さんものすごい役に挑んでますのでね、ぜひまた、ね、機会があれば見たことない、はい、見てほしい。でまた海外の映画祭にも出されていて、ドイツは今のところ、はい、夕張ファンタスティック映画祭でも、はい、夕張、はい、では今週、今週とお誕生日の金本さんの映画関係の方をね、ちょっと充実でつないでいく占いをしてるんですけれども、はい、さんはちょっと若いんですね、知りませんでした。え、1900、え、ちょっと私間違いじゃないとか思って、本当よみんな若い、私より年上の人が全然いないです。いえいえで、まあ、ちょらっと私見ていたんですけど、金本さん、とっても正義感があって真面目な方なんですね。で、見た目も穏やかな方なんですけれども、ただ陰で苦労されていることは皆さんあんまりわからないという感じです。口に出されないのでね、すごい苦労されていると思うんですね、お若いのに。で、金本さんの場合は、まあ、一言で言うと、粘り強さが勝つという星になっています。はい、何事も諦めないで最後までやり通すことが一番大切なことで、それさえ続けていればご自身の目標を達成できることができるという星です。これをどうして強調するかというと、自然にしていれば何事もちょっと飽きやすいところがあるんです。
なのでね、こういう方ってね、会社員に向かない。特別に向かない。絶対会社員にならない方がいいんですよ。ご自身が頑張ってても、災難に遭うとかじゃないんですよ。自身が怠けるとかそういうのではなくて。だったら、金本さんは、人が通らない道、特別なことをやる。で、それは続くことが大事なので、自分が好きなことをやるしかないということなんです。それで、自分が好きなことを今やっておられると思うんですけど、はい。その中でも、また特別な使命があって、人と同じことしちゃダメなんですよ。人がやしない道を切り開かないといけないというね。なるほど。ですね。でちょっと私見ていて、その通りだとか思ってたんですけど、それをやり続ける、誰に何と言われてもやり続けること、やり続けることによってあなたの時代が来るっていうことです。何かごめんなさい、私一人で喋りましたけど、何か質問、あ、いえいえ、あ、お願いします。あ、いえ、でもなんか当たってるなというのはすごい聞いてて思いましたね。なんかもう昔から働くの無理かなと思ってたりとか。偉いですね。働かなきゃと思って働いてしまいがちな星なんですよ。お牛座なのでね、真面目なんですよ。保守的で真面目なんです。親が働き言うたら働かな、みんながそうだしって感じで、社会外れたことなかなかしにくい人なんですね。でも若い頃からそれに気づかれたっていうのは、やっぱりいろいろ人よりも、同じ年齢の人よりは経験が豊富で苦労もされていたんじゃないかなと思います。実験されたいまでは結構苦労の星があって、家庭環境とかそういうところでね、割れてこられたような星、決して楽に人生歩んでおられる方じゃないなと思っています。まあまあ、それなりのそういう映画とかの自分のやりたいことはある程度苦労はしてるかなと思うんですけど、そんな好きなことなんで、こうなんかめっちゃ苦労はみたいな感覚ではないというか、多分知らん人から知って話したら、うわめっちゃ大変やったなとか、主役が飛んだりとかとかもあったんですよ。半分ぐらい撮影してる中でとか。半分撮影してるんですか。半分撮影して主役がいなくなって、僕が代役してなんとか映画を完成させたんですけど、まあだからそういう意味では確かに粘り強さっていうのは合ってるのかもしれないですね。なんとでもなんとかして完成させようっていう。偉いです。間違ったんで、はい。そういうことが例えば会社とかにいてても起こるんですね。会社にいててそういうことが起こると辞めたくなるんですよ。もう辞めたるわって言ってました。なので好きなことをしてくださいって言ったんですよ。これしかないっていうもので、これがなければ僕はもう何もないっていうものをやり続けていただきたいなと思ったんで、だったら辛いことがあっても続けられますよね。続けていかなければいけないという星です。まあでもね、続けていければ成功するって言われるとね、確かに。なるほど。でもなんかこう自分自身、まあ着々と成長してるとは自分でも思ってまして、はい、まあ今年が結構自分の中でも勝負の年だかなというのは思ってます。はい、まあやっぱり、まあまだ若いって言われるんですけど、結構自分の中でもまあ、焦りみたいな部分もあったりとかして、はい、まあ、早く成功したいというか、まあ、この自分の好きな道で、まあ、生活じゃないですけど、まあ、もっと大きいことしたいですし。そういうことが大事です。勝負の年と一緒にいましたよね。はい、去年とってもいい星が来てます。去年土星も取りましたね。一昨年でした。おととしとって去年に夕張とかに受かったりとかですかね。今年いくともう ね年の感覚が分かんなくなって、去年とおととし3年前とか去年のような気がするんですけど、年取りましたね。2019年の年、はい、25歳の年、2019年はやる気があるんだけどもちょっとうまくいかない年、やる気があるんだけれどもトラブルも多い年になってます。で26歳の年、20年はとってもいい星だったんですよ。年運でいうとここ最近の10年の中では一番いい星なので、ここでいろいろ挑戦されたり、そういうあるとかそういうコンペとかされたりとかね、
あの、したら絶対帰ってくる。そう、うん、で、今年もちょっと仕掛けの年かなと思います。というのはですね、来年から運勢が変わるんですよ。大きな流れの運勢が変わります。人生を大きな波で例える、その波が一番大事なんで、あの、そういう意味で言うと、28歳からの10年間、20年間っていうのが、とても波に乗る年なんですね。ここ絶対逃さないでください。ここが人生の勝負時なので、ここでは今までよりもやりたいことがうまくいったり、応援する人ができたり、引き上げてくれる人がいるんです。だから人生に花が咲く年っていうのを、ここの20年で持たれている方っていうのは、自分の人生良かったなってきっと思います。諦めなければ続ければ。そうです。あの、金本さん、あの、はっきり言うと、もともと生まれた時の星の地図っていうのがあまり良くない弱い星なんですね。で、来たるべき運勢がいいんです。で、そういう人っていうのは、あの、の方が割と成功しやすいんです。例えば、あの、強く見えるんだけど、実は弱いくて、運勢が良くて成功してるっていう例えで、もう一人言いますと、北野武さんとかがそうですね。もともと弱い星、あまり何事も続ける星じゃなく、執着心もそんなに強くないんだけど、運勢がいいから、あの方が成功されてる。40年ぐらいね、あの、続いてるんです。金本さん、金っていう本名ですけども、金が用心なんですね。はい。金の星っていうのは40年続いてるんです。半分ずつ続いてるので、あの、吉凶混合。で、17歳から27歳は半分金で、半分悪い星、ヒード星、自分の水を蒸発させる星で、28から47歳までは、金プラス一番欲しい水っていうのが来ます。自分の補給を強くするのに水が来ます。なので、もうここだけなんですよ。ここだけ。だから、僕は40歳ぐらいから好きなことしようとか言ってたらもう遅いんですね。だから、バリバリやってくださいって。ああ、なるほど。ちょうどいい、ちょうどいい感じですね。そうなんですよ。へえ。それを言おうと思って。なるほどなるほど。だったら運勢が崩れた時でもそれを続けていればずっと流れに乗ることができます。やりたいことが手に入る期間は入りやすいのはここですので、なるほどなるほど。で、粘ることが大切ですね。若い子からの努力が実を結ぶ人です。あ、なるほど。じゃあずっとやりたいことをやればいいという。で、人が選ばない道、人が選ばない特別なこと、会社員ではなくて好きなこと、またね、特別なことじゃないとダメ、その中でも人と同じことはダメ。いや、今の延長線上でいいじゃないの、私思ったんですけど、ね、ああ、じゃあ、あ、どせもみたいな。そうそうです。まあ、人とやらない。まあ、同じような映画じゃダメじゃないですか。あ、正しかったみたいな。はい。ただ、その28から48の間に軌道には乗り切れるのも、例えばうまいも話とか、そういうのに騙されないようにだけ注意してください。人の選択は慎重に。あ、はい。はい。あ、そういうのがあるよみたいな。そうです。引っ掛けようとしてね、騙される話が来るんですよ。頭がいいんだけども、金本さんの考えてることとかだと見抜かれやすいんですよ。隠し通せないようなところがありましてね、うん、そういう人の弱みにつけ込んだ、仕事のいい話とかそういう騙されないように契約ごとは慎重にしてください。あ、わかりました。やっぱりこういうちょっと不安定な生活をしてるんで、はい、結婚願望はあるんですけど、なんかどうなんやろうなみたいな、そういうところはどうなるかなみたいな、はい、はい、自分のことを好きなことを続けられる人を探していただきたいです。はい。例えば結婚してこの子を守るために僕は会社員にならないといけないとかってなったら、もうたちまち苦労が始まりますので、向かないそんなことしたら、うん、結婚生活もあわよくなってしまいます、うん、だからそれを許してくれるような人、稼いでくれるような人とかがいいんじゃないですか。で、例えば結婚は28以降に出会った人とかの方が運勢が良くなるからです。うん、運勢がいい時に出会った人の方がいいんです。あ、なるほ
なるほど。で、自分が持ってなくて欲しい星を持っている人が絶対にいるんですよ。で、金本さんが絶対に必要な星は、冬生まれの女性。11月の初めから、1月の初めまでに生まれた人がいいですね。相性がいいと思いますか。自分のないところを補い合えるんです、男女って。それでも方とか、いいんです。だって、先生術で見ましたよね。これ言おうと思ってたんですよ。金本さんの幸せになる、ポイントってサソリ座なんです。サソリ座のことをすると開運するんです。サソリ座ってどういう意味かというと、人の精神に関わることだとか、セックス関係とかそういうので、うん、あ、これはまた絵がそのままだと思って私言ってたんですけど、そういうものを表現されたりとかするととってもいいんです。木星がサソリ座にありますので、木星があるところに生まれるサソリ座、いで座の方がいいですね。自分の欲しい欲しい持ってる人って自然に惹かれますので、綺麗になりやすいと思いますし、そういう人をもし見つけたら逃さないことです。48からちょっと運勢が10年間崩れる間でも、その人が横にいることによってね、助けてもらえたりとか、サインを防げたりします。あ、それはなんかその28以降に出会う的な感じなんですか、ね、そうですね。いい時期に出会う、いい時期にはいい人に出会う確率が高いです。運勢の、良くない時って、その時はすごくよく見えるんですけど、後から災いが降ってくる場合が多いんです。結婚したら変わってしまう。じゃあその、なんか28以降で出会う人がその、なんか応援してくれるみたいな感じの人、見た目はそうじゃないかもしれないけれども、知らないところで埋め合うんです。だから自然な星の作用ですかね。この人といるとなんかいいことが起こる。なるほど。なんかいつぐらいにこうみたいなとかってあるんですか。その向いてる、あ、なんかできる、結婚できるみたいな。結婚はできるまして、誰でもやろうと思ったらできるんです。ただいい人に出会うのがやっぱり28以降なので、ちょっと待たれたらどうかなと思うんですけどね。ああ、なるほど。いや、なんか結婚向いてないみたいなことも言われたことあって、その生活面のこととかも。それは今の時代ですので、そういう金本さんを育てたいとかって思われる方がいればいいんじゃないですか。だったら水の旺盛、水のたくさんある人なんですよ。水がたくさんある人っていうのはエネルギーがたくさんある女性なんですね。エネルギーがたくさんある女性っていうのは、自分が養うような人じゃないとうまくいかないっていう逆の女性がいるんですよ。貸してもらおうと思ったら絶対うまくいかなくって、自分が養ってあげるような人としかうまくいかないみたいな人もいるんです。だから会う人と結婚すればいいんですよ。あんまりいきたいなという人よりは、しっかりした人に。穏やかでしっかりした人ですね。水の人は穏やか。穏やかだけども、根っこがすごくしっかりしてる。黙って賢く、見せるような人ですね。しっかりして、仕事もちゃんとある人です。色気だけがあって、守られたいっていう女性よりは、色気もあるんですよ、水の人の。やっぱり今年から来年、ここがすごいいい年みたいなのは別の本にも書いてあって、で、ちょうどそのチャンスといいますか、その、いろいろ今、企画の、コンペだったりとか、今映画祭とか新作を出してるんで、その結果がやっぱり今年分かるのが、そういうことなのかなっていう部分を思ってるんで、そういう具体的なとこはあんま分かんない。いえ、とっかかりがあると思います。っていうのは、これから運勢が良くなる人っていうのは、やっぱり、それを自分の役割を果たしている人は、応援、味方についていきますので、神様、見えない力がね。はい。で、来年から天気と軌道に乗る時期っていうことじゃないですか。だから、それに向けての準備で、そういうコンペとかは、引っかかっていくと思いますよ。あ、なるほど。
根本さんが努力して続けてされていることなので、それは必ず芽が出ます。やめてはいけない。どんなことが主役が降りても、くじけちゃダメ。でそれは人よりもどうして僕はいつもこんな目に遭うんだと思っても、それはそういうことを乗り越えれば乗り越えるほどやっぱり成功率高くなりますので、やめないで頑張ってほしい。わかりました。細かく言うと32、33とか、31、32、33よりは30までに出会った人の方がいい人の確率が高いんです。それはいろんな意味を含めて仕事の関係の人とか、はい、一つの波の中の大きな波の中の今小さな波を出しました。今乗りに乗って何でも行動してやっていくべきですね。必ず答えが返ってきます。わかりました。はい、頑張ります。ありがとうございました。